関西電力は定期検査中の大井原発3号機について想定以上の地震や津波でも十分に耐えられるとするストレステストの報告書を全国の原発で初めて政府に提出しました原発の再稼働に必要なストレステストは東日本大震災の後、原発の安全性に疑問が高まっていることを受けて関西圏で実施が決まりました 報告書では想定される最大限の揺れの1.8倍、津波は4倍まで耐えられるとしています。今後は原子力安全保安院などの評価を経て、最終的には総理大臣ら4人の閣僚が再稼働するかを判断します。ただ、原発が立地する地元の領床が必要なため、早期に大井原発3号機が再稼働できるかは不透明です。